奥州の伊達家を傘下に収め、関東の北条家も降伏させた。秀吉による天下統一はここに相なった。だが秀吉を支えた秀長が死ぬと、豊臣家に影が差す。その影はやがて天下を覆う闇となった。秀吉死後、徳川家康と豊臣の臣石田三成が対立。慶長5年、ついに東軍の家康と西軍の三成が関ヶ原の地で激突することとなった。高虎は新たに主と仰いだ家康を勝たせるべく、事前に策謀を張り巡らす。たとえ敵に友がいようとも、主のために忠を尽くす。それが藤堂高虎の生き方だった。忠節の章、関ヶ原の戦い。脇坂、小川、朽木、赤座と寝返りの約定を取り付けた。小早川秀明もこちらに着く予定だ。そいつらの近くには義継が布陣しているはず。かつての友を追い詰めることになるぞ。義継の力は俺が一番知っている。奴は俺が嘆き手を抜くことを望んでいない。貴様の友もそうではないか。貴様は本当にそこまで割り切れているのか。戦場において地上は捨てるべきだ。死にたくなければな。言われるまでもない。俺は勝って生き抜く。泥をすすってでも徳川についてでも豊臣を守り抜く。どこまでも意固地な男だ。貴様の生き方には一生共感できそうもない。そのセリフそのまま返そう。家康様、戦の前に一つお聞きしたいことが。俺が裏切るとは思いませんでしたか。俺は義継とは親しい。そして主を次々と変えてきた男です。くだらぬことを。お主の思いわしに届いておらぬと思うたのか。お主ほど太平の世を願っておる者はおるまい。主を変えたのも友と別れたのもそのため。己が味わった悲しみをもう誰にも味合わせたくないのであろう。家康様。高虎、改めてお主に命ず。この決戦、直政と共に先手を務めよ。はっ。己の道を行くだけだ。勝ってやるぜ。たとえ友だろうか。
長するのだ。敵に当たれ。約定通り毛利の西軍加担は止めておる。これ以上のことは今はできぬな。なるほど、一理あるが、まあいい。迎撃任務には俺たちが当たろう。こうまた一つ義継、読めたぞ。南の進攻は陽動、敵の本命は北だ。本陣北に兵を回せ。さすが武田、武士での流れは見抜いた。また一つ。それで終わりだ。急げ、とことん見よう。この程度で俺を止められると思うな。目が出る。また一つ。こっから地獄だ。どうか貸せよ。この砦を敵に渡してはならぬ。このままでは本陣が危ない。加勢してくれ。任せておけ。傷
の手当てをしたらまた暴れますよ。やめるな。義継を捨ておけば被害が大きい。小早川を願いらせ一気に畳みかけよ。この大仏の裏切りの合図か。遅かった。小早川に対する備えは万全だ。見えます。一気に畳みかけさせてもらおうぞ。ちっと動かれよ。任せておけ。考えが分かるな。あいつも敵をやってやるぞ。小早川の寝返りも読まれて当然。完全に俺の失策だ。窮地に陥った味方を救わねば。強さよ。おお、いけいけ、キヨマサ。もっと手柄を上げるか。俺を狙う。危険です。ご自重ください。いざ、バイラン。セラ。相手となる。もっと手柄を上げる。上を狙う。
義継。ああ、貴様こそ撃てるのか三成。早く終わらそう。これで終わりだ。敗走。敵将撃ち取った。三成は撃たせぬ。命に代えても止めてみせよう。開門。義継、やはりお前は恐ろしい男だ。だから俺がこの手で撃たねばならぬ。中央に始末か。厄介な連中だ。だが義継を欠いた西軍など怖くはない。これで終わりだ。敵将撃ち取ったり。敵将撃ち取った。これで終わりだ。こう、また一つ。セロ！メルマ、ガキどもより先にくたばるほど追いぼれてはおらぬわ。消えてなくなれ。死ねてやる。いけませんね。俺は殿を守るためなら何でもしますから。殿を。
どうか生き延びてくださいよ。サコ、まさか。サコ！三つ葉、今は逃げて再起を図れ。それが豊臣の世を守る唯一の道だ。生きていたのか、義継。わかった。お前も必ず引くのだぞ。豊臣の縁、お前は欠かせぬ。おい、高虎。任せておけ。太平を思うお前の覚悟、見せてみろ。勝利条件変更。開門。義継、最後に戦わねばならぬとは。これも流れだというのか。もたぎるわ。やぬるかな。この程度で俺を止められると思うな。これで終わりだ。義継、長政様とお市様に伝えてくれ。俺は必ず太平をなすと。主が、友が死んでいく。俺は何度それを見送れば。何度。だが、それが俺の藤堂高虎の生き方だ。見ていろ、これから太平の世が来る。必ず。